韓国で2012年に放送されたドラマ、屋根部屋のプリンス。最終回では競合ドラマを抑えて、同時間帯視聴率の1位をマーク。ロマンスフュージョン時代劇として、世界中のファンを虜にした作品です。あらすじ。朝鮮王朝の王、セジャ医学の妃ファヨンが、宮中の池で死体となって発見される。セジャは犯人を突き止めようとするが、家臣たちにより事故として処理されてしまう。最愛の妃を失った医学は、特別な才能を持つ、進化3人組と共に捜査を開始するが、謎の死角に襲撃を受けることに。その際、崖を馬で大ジャンプした4人はなんと、300年の時空を超えて2012年にタイムスリップ。彼らがたどり着いたのは、ソウルで一人暮らしをする、各派の屋根部屋だった。しばらくすると、部屋の主、各派が帰ってきて、時代劇、タイムスリップ、ラブコメ、ミステリーという新鮮な題材と、緻密なストーリー展開が話題を呼び、2012主要ドラマアワードで、総計11冠を達成した作品です。では、主要キャストたちの紹介と、現在の活躍を紹介してみたいと思います。朝鮮王朝のセジャ、イナクと、現代の大手通販会社の後継者、ヨンテヨンの2役を演じた、パクユチョン。作中、予想外のタイムスリップに戸惑いながらも、セジャとして威厳を失わず、周りの環境に適応していこうと努力する姿を、凛々しくユーモラスに演じて、さらなる人気を博しました。アジア全域で高い人気を博す、東方神起の元メンバーで、2009年からは、元メンバーのジェジュン、ジュンスと共に、JYJ という名前で活動をスタートさせたユチョンは、初主演を果たしたドラマ、ときめきソンギュンガンスキャンダル、会いたい、匂いを見る少女といったドラマで、俳優としても活躍しました。ですが、2016年と2019年に不祥事を起こし、一時、芸能界から姿を消すことに。芸能活動の引退意思を明らかにしますが、2020年に、タイや台湾、日本などでファンミーティングを開催。2021年には、自主制作映画、悪に捧げの主人公に起用され、俳優活動も再開したユチョン。少し前には、東京、大阪で来日イベントを開催しています。そして、ユチョン演じた医学の子供時代を演じたのは、当時多数の時代劇に出演し、王、またはセジャの専門俳優として知られた、ジェイ・ウォノン。2000年生まれ、2006年放送の SBS ドラマ、愛も憎しみもでデビューしました。出演したドラマだけでも、32編超え。2018年までは、年に1作品以上のドラマに出演していましたが、2019年以降は学業に専念するためか、俳優活動は行っていないようです。2020年に、自身のインスタグラムを通して入隊することを明らかにしています。突然自分の部屋に現れた医学たちの面倒を見ることになる、明るくて情の深い優しい女性、パクハヤ役をチャーミングに演じたハンジミン。女優デビューのきっかけとなった2003年放送の大ヒットドラマ、オールインで、ソンハギョの子供時代を演じて一躍脚光を浴びました。その後ドラマ、宮廷女官、ジャングムの誓いで、主人公の友人シンビ役を演じて人気が急上昇。それから現在に至るまで、ドラマや映画と数多くのヒット作を生み出す、韓国のトップ女優として活躍、不動の人気を誇っています。年齢を重ねるにつれて、清楚さにさらに艶っぽさがプラスされ、20代の頃よりさらに綺麗と絶賛されるハンジミン。今年放送予定の、イーミンギと共演の新ドラマ、ヒップにで、サイコメトリーな超能力が発揮される周囲、夜分役で出演することが決定しています。そして、ハンジミン演じた、プヨン、パクハの子供時代を演じたのは、チョン・ミンソ。幼いながら、朝鮮時代と現代の2役を愛らしく演じて、視聴者に愛されました。2003年生まれ、2007年公開の映画、お姉さんが行くでデビューしました。以降は、映画やドラマを行き来しながら、人気女優の子役俳優として活躍しましたが、2018年、私の ID はカンナム美人で、イムスヒョン演じたミルの子役として出演以降、学業に専念するためか、芸能活動は行っていないようです。大手通販会社の本部長であり、コ・ヨン会長の婚外子、ヨンテム役を演じたイーテソン。小学校から高校まで、野球青少年国家代表選手として活動し、プロを目指すも、肩を負傷し断念。2004年、19歳で俳優デビューし、
2005年公開の映画親知らずで主演の座をつかみ取り、一躍注目を集めました。2006年には新大久保駅乗客転落事故を題材にした日韓合作映画あなたを忘れないで主演に抜擢。線路に転落した日本人を助け犠牲になったイースヒョンさんを演じました。主にドラマを中心に活動を続けてきたイーテソンは、9回裏ツアウト、金よ出てこいコンコンなどの作品で年上女優と共演することが多いことから、年下専門俳優との愛称で親しまれました。一方で12歳の息子を持つ父親でもあるイーテソンは、韓国の人気バラエティにシングルファザーとして出演し、仲睦まじい父子の日常生活を披露して人気を集めました。現在は韓国で放送中の週末ドラマ三兄弟が勇敢ににジャーユの役で出演中です。大手通販会社の秘書でテムの恋人カクハの義理の姉ホンセナ役を演じたチョンユミ。2003年 CM でデビューしたチョンユミは、屋根部屋のプリンスで悪女役にもかかわらず人気を集め大ブレイク。演技力も高く評価され、 SBS 演技大賞で優秀演技賞を受賞しています。以降もイノブの道、春のロンドなどの作品で主演を務める人気女優として活躍。中でも代表作の一つといえる秀作ジャスティス拳法男女シリーズで新人女性検事ムンソルを演じて、2018年 MBC 演技大賞でミニシリーズ部門最優秀演技賞を受賞しています。女優業だけではなく芸能プログラムを行き来して活躍する姿を見せてきたチョンユミは、今年放送予定の新ドラマ私たち他人になれるかなにトップスターナース4役で特別出演する予定です。そしてファヨン・ホンセナの子供時代を演じたのは、今では大体不可能な女優に成長したキム・ソヒョン。2008年満9歳でデビューしたキム・ソヒョンは数々の人気ドラマに出演。2012年放送の大ヒットドラマ太陽を抱く月で悪役ユン・ボギョンの子供時代を演じ、天才子役と話題になりました。以降も数十本の作品に出演、主演として出演した作品だけでも10作以上と、子役が経験するスランプもなく成長し、自然に子役という肩書きを外して女優としての確固たる地位を築いています。そんなキム・ソヒョンは新ドラマ偶然かなに続きムテバーソと2作品に出演することが決定しています。そして視聴者を爆笑の渦に巻き込み、ドラマを盛り上げたイケメン進化3人組。まずは歴代最年少で科挙に首席合格した天才、現代機器も自由自在に使いこなすソン・マンボ役を演じたイーテリ。本名イーミンホからイーテリに活動名を変更し、俳優人生の第2幕をスタートさせたイーテリは、1998年のドラマ順風産婦人科で子役俳優としてデビュー。ドラマ観覧ママの教育戦争、組保伝、愛と悲しみの母、ときめきソン・ギュンガンスキャンダルなどの作品で子役として活躍しました。中でもドラマ太陽を抱く月でチョンイル演じたヤンビョン軍の少年時代を担い、切ない王子役を見事に演じきり話題に。2018年に新事務所との専属契約を機に名前をイーテリに改名します。改名後は僕が見つけたシンデレラ、偶然見つけた春、組保伝、テジョン・イバンゴンなどのヒット作に出演。多様な演技で確かな存在感を示す経歴25年のベテラン俳優として活躍しています。風より速い剣の使い手、無口で無表情だが情に脆い純情な熱血感ウー・ヨンスルを演じたチョン・ソゴンは、2008年公開の映画シン・ギチョンでデビュー。ドラマ華麗なる遺産やおじゃっきょの兄弟たちなどの話題作に出演して徐々に人気を集めました。一部の隊員しか選ばれない海兵隊特殊捜索隊出身で、デビュー前はソウルアクションスクールのスタントマンとして活動していたチョン・ソゴン。屋根部屋のプリンス出演以降もアイレスやバッドガイズ悪い奴ら2などの作品に出演し活躍しますが、2018年薬物を投与した容疑で逮捕され、懲役10ヶ月執行猶予2年の宣告を受けています。以降は活動を休止していましたが、2022年の映画フクロウとディズニープラスオリジナルコネクトを通して俳優復帰を果たしています。一方2013年に9歳上の歌手ペクチヨン氏と結婚、2017年5月に長女が誕生しています。セチャの世話係で情報や
個性的なファッションセンスの持ち主のトウチさん役を演じたチェ・ウシク。日本でも大ヒットした映画パラサイト半地下の家族でキム家の長男義勇役を務め、圧倒的な存在感と演技力で一躍世界の注目を集めました。2011年のドラマジャクペで俳優デビューを。ドラマホグの愛、サムライウェイ、恋の一発逆転、その年私たちは、映画新幹線ファイナルエクスプレス、魔女と狂気的な役柄から物腰柔らかくおどおどした役柄まで幅広い演技力を見せてきたチェ・ウシク。一方でバラエティなどでは無邪気すぎる行動や母性本能をくすぐるキャラで視聴者を虜にしました。そんなチェ・ウシクは来月2月より放送予定のユン食堂シリーズのスピンオフバラエティソジンの家、そしてネットフリックスの新シリーズ殺人おもちゃに出演することが決まっています。いかがだったでしょうか。未だに根強い人気を誇っている懐かしの名作ドラマ屋根部屋のプリンスを紹介してみました。なお屋根部屋のプリンスは現在 Amazon プライム、 U-NEXT、 アベマ、フール、 DTV などで視聴可能です。